ピエール・セリス・ピエール・セリスはホワイト・ビールを復活させ、その後もビール醸造に貢献したベルギーの人物、ベルギーのヒューガルデン村に生まれる。その昔同村で醸造されていたホワイト・ビールというスタイルのビールを1966年に復活させ、ヒューガルデン・ホワイトと名付ける。このビールが当時のベルギーで流行したため、ホワイト・ビールがベルギー全土に定着したことは、 彼の功績であると言っても過言ではない。セリスは1966年にド・クレイス醸造所を設立。しかし、1985年に火事で多大な被害を受ける。自力での復旧は困難であったため、1989年に同醸造所はインターブリュー社の参加に入る。1992年には、 アメリカが州国テキサス州オースティンでセリス醸造所の設立に関わりセリスホワイト等の醸造を行う。セリス醸造所も1995年にミラー社に買収されその後閉鎖された。現在はヨーロッパ向けにはベルギーのバンスティーンベルグ醸造所でアメリカ向けにはミシガンブルーイングカンパニーがライセンスを取得し生産されている。日本でも ベルギーで醸造されたセリスホワイトを飲むことができる。2011年4月9日、ガンのため死去。86細胞打つ。2006年11月現在、ピエールセリスが醸造したビールは次の通りである。ありがとうございます。